和16年12月8日、南雲機動部隊の空母6隻から発進した350機の大攻撃隊は、ハワイ真珠湾内に在泊中のアメリカ太平洋艦隊に襲いかかった。これが大東亜戦争の幕開けだった。艦隊が見えます。電気突撃せよ。海戦の通告は抜かりなくやってくれたかどうか十分に確認をしておいてくれ。はい。小隊長、おお、無事だったか。会議は？それがまだ戻っておりません。そろそろだろう。湾内に空母の姿はありませんでした。軍の施設や燃料タンクも手つかずです。第二弾攻撃をやらせてください。報告します。第二航空戦隊山口司令官より信号。我第二弾攻撃の必要ありと認む。以上です。長官。赤いから応答はありません。さらに愚心しますか。いや、多分南雲さんはやらんだろう。アリゾナ大破、ペンシルベニア小破、ネバダ中破、カリフォルニア大破強沈、以上です。撃沈戦艦4隻、撃破戦艦4隻、これでアメリカ太平洋艦隊は壊滅です。いや、無傷だ。
空母は全て無傷だ。長官、とどめを刺す必要があります。全艦艇を無傷で帰投させることも我々の任務だ。しかし俺より作戦海域を離脱、全艦反転帰投せよ。反転した？何をやってるんだ機動部隊は。長官、もう一度突っ込ませましょう。それは無謀な強襲となる。強襲とは無謀なものです。艦隊を危険にさらしても敵の全滅を期すのが本作戦の目的です。しかしここは南雲の判断に任せよう。長官、日本の海にいる我々には分からんことがあるんだろう。なあ、泥棒だって帰り道は怖いよ。